古の時代から受け継がれてきた私たちの身の回りにあふれている色彩、その色には全て意味があり歴史があります。真言密教などでは墓地如来の色とも言われ、5つの知恵を表す色として知られています。地といい、鏡のようにこの世のすべてのものを差別なく映し出す知恵を表し、同時に阿宿如来を表します。赤は平等生地といい、すべてのこの世のものが平等であることを知る知恵を表し、同時に宝生如来を表します。黄色は崩壊大正地といい、物事の本質を明らかにし統合させて絶対なる知恵を表し、同時に大日如来を表します。白は明観察地といい、すべてのこの世のものを正しく見極める知恵を表し、同時に阿弥陀如来を表します。緑は浄祖幸といい、すべてのこの世のものを完成させる知恵、同時に不空成就如来を表します。それぞれの如来は仏教において聖域であり、仏の悟りの境地、世界観などを表す曼荼羅を形成します。仏教をはじめとするさまざまな文化はユーラシア大陸の奥深いところで生まれました。シルクロードを通って大陸を横断し、中国の文化や制度と融合し日本に伝わりました。長い長い道のりを、ある時は砂漠を越え、ある時は海を越え、命を懸けて日本に伝え広めた偉人たちがいました。その一人が粟田の真人です。遣唐使船に留学僧として随行し、唐で学問を収め、帰国後還俗して今度は遣唐大使となり、再び唐へ渡りました。そして大陸との交流で仏教やさまざまな文化、制度、技術を取り入れ、日本の国づくりの礎を固めることになりました。その結果、藤原京から遷都し、そしてここ平城に都が誕生しました。東西 5.9km、 南北 4.8km の広大な都でした。その平城京は詩人相応の都と言われています。天の四方の静粛を象徴し、その方角を守る聖獣である詩人、東西南北にそれぞれ4つの重神が司ると言われます。
この詩人に守られ誕生した平城京を疫病や飢饉、地震、洪水などの災難が襲います。災難から民衆を救おうと平城京の東に大仏を建立したのが聖武天皇でした。民衆に心の拠り所として仏教を全国に広め、仏教は私たちの生活や考え方に大きな影響を与え続けています。詩人が五行思想に結びつくと、後に帝の権威の象徴とされた麒麟は五行の道とされ、中央に配されることになります。互いに影響を与え合い、その消滅盛衰によって天地万物が変化し、循環する5つの元素、長い歴史の中、色彩にはさまざまな歴史や意味付けがあります。興味の扉を叩くと、先人たちが築き上げた制度、技術、文化を現在に受け継ぎ、未来へ受け渡すことのできる優れた知恵や考えに気づくかもしれません。まもなくスタートです。